ではですね、まあ今回免許の基準ということで、まあ結核自由っていうふうなね、言われ方をします。で、結核自由っていうのは、まあ、一般的にはね、聞き慣れない言葉だと思うんですけど、まあ、結核、まあ、文字がね、そのまんまなんですけど、結核があると。で、そういった理由、まあ要するに免許を受けるに値しないような、こういうね、まあ理由がある人はダメだよと。いうようなね、ことです。で、結核自由っていうのは、割とまあ、試験に出る出ないっていうよりかは、まあ、一般的にね、結核自由、結核自由って言ったりとかもします。で、まあ、例えばですけど、不動産業に関わらずですね、行政関係だったらこういうの多いんですよ。例えば、運送業の許可をもらうとか。で、もう、運送業って誰でもできるのって言うと、ダメな人もいますよと。じゃあ、そういうルール決めてるかっていうと、やっぱりね、こういう人は運送業やっちゃダメです。こういう人は宅建業やっちゃダメですと。なんで、役所の方に申請に行ったら、結核自由に該当してるかどうかっていうのも調べられるというようなことですね。なんで、まあ、この結核自由っていうワード自体はですね、まあ、試験に直接出るわけじゃないんですけど、結核自由って言われたら、免許を受ける基準のことだなっていうふうなね、まあ、感じで分かってもらえればいいんじゃないかなと思います。で、では具体的な内容の方をちょっと説明させていただくんですけど、まず一番上のところですね。成年非後見人、非補佐人、破産者で復権を得ないもの。で、復権を得れば直ちに、まあ、免許を受けれますよ、というような内容でね。まあ、上の方に書いてあるんですけど、成年非後見人って誰っていうのが多分一般的な感じなんですよ。で、まあ、非補佐人とかね。誰だよっていう。どういう人のことなのかっていうお話なんですけど、まあ、これはね、民法、まあ、権利関係の方で詳しくやっていくんですけど、まあ、イメージとしてですよ。ふわっとしたイメージとしてなんですけど、成年非後見人っていうのは、まあ、寝たきりの人とか、まあ、自分でこう何かね、契約事をするには難しいような人ですね。で、非補佐人っていうのは、まあ、それよりはグレードはちょっとね、低いんですけど、ちょっとまあ、精神的疾患がある、まあ、ような方のことを言ったりします。で、そういう人たちっていうのは、まあ、要はですね、例えば精神疾患がある方に対して、契約をしました。っていうふうなことになると、それってまあ、取り消すことができるんですよ。内容にもよるんですけどね。で、そういったまあ、方を守るための、まあ、こういう制度なんですね。なんで、この成年非後見人選任っていうのは一応司法書士さんが、まあ、代理でやってくれたりするような業務になってきます。なんですけど、まあ、別に今、そこまでね、詳しく分かってなくても全然大丈夫なんですけど、なんで、まあ、ちょっとですね、まあ、精神疾患があったりとか、まあ、ちょっと寝たきりとか、まあ、ね、そういった何か不自由があって、まあ、ちょっと普通に仕事するには難しいような人たちっていうような感じで結構です。なんで、まあ、そういう、こういう非後見人の方、非補佐人の方っていうのは、まあ、ちょっとね、免許を与えるのはちょっとさすがにっていうような感じで覚えておいてもらえれば結構です。で、ここはね、次の部分ははっきりちょっと覚えておいてもらいたいんですけど、破産者で復権を得ないもの。っていうようなことです。で、復権って何っていうと、要はですね、まあ、一回破産しましたと、いうようなこと。まあ、別に理由は問わないんですけど、ギャンブルでもいいですし、例えば、ね、普通に会社経営しててですね、失敗して破産しちゃったとかいう人もいるでしょうけど、で、まあ、そういう破産した方っていうのはね、まあ、そもそもダメですよっていうふうなルールが決まってます。破産ってわかりますよね。まあ、要はお金借り入れして、ね、返せなくなっちゃった。で、それをもう要するにですね、返さなくていいようにするような、まあそういう制度です。なので、まあ一回ですね、まあ社会的信用っていうのは、この破産することによって、ものすごく落ちるんですよ。なんで、まあもちろん、ローン関係ですね、ダメですし、クレジットカードも契約できないですし、破産しちゃうと。で、まあもね、ローン組めないで家も買えないし、車も買えないし、破産するとね、携帯電話もう分割で契約できませんからね。あれもローンですから。まあそういった人のことですね、破産者っていうのは。で、復権を得れば直ちにっていうことなんで、まあ極端な話ですけど、お国の方がですね、まあ破産状態でありましたというような時にですね、復権。復権っていうのは、まあ一回破産っていうね、レッテルを貼ったんだけども、まあ君の場合は社会的にももう信用があってもいいんじゃないかというようなことで、元の状態に戻してあげる。要するに破産者じゃないよっていう風な状態にすることを復権って言うんですけど、なので復権をもらったらすぐに免許を受けれます。で、大事なのは、この直ちにっていうところ、直ちにっていうところはしっかりと覚えておいてください。後々ですね、反省期間があるような内容があるんですよ。
で、破産はす、あの、復権得たらすぐなんで。なので、まあ、破産しました。でも、復権、国がいいよって言ってくれたら、もうすぐに免許を受けれる。っていうところをね、ちょっと押さえておいてください。で、あとですね、まあ、次のところ。免許申請5年前に、宅建業に関し、不正、または、著しく不当な行為を行ったものと。いうようなことでですね。まあ、これはなんとなく読んでてもね、わかると思うんですけど、まあ、あの、以前ですね、不動産屋やってましたと。ただ、まあ、かなり悪どいことしたんですよね。不正とか。で、著しく不当なんで。なんで、まあ、極端な話で詐欺みたいなことをしたとかね。そういった人っていうのは、もう免許は受けれませんと。で、まあ、申請前5年前なんで、逆に言うと5年経ってれば、まあ、大丈夫だよと。まあ、5年も反省したんだから、もう大丈夫だろうっていうふうなね、まあ、お国の判断が、まあ、受けられる可能性があるってことですね。まあ、これはあくまで、この結核事由っていうのは、国側が判断する基準の一つなんでね。なので、極端な話ですけど、別に10年前に宅建業に関して不正もしくは著しく不当な行為をしたけども、もう10年経ったから絶対宅建業できるのかっていうとそういうわけじゃないですからね。あくまでまあそういう、まあ基本的なルールと言いますか。なのでまず申請5年前までにそういうことをしてたらまずまずダメっていうことですね。なので、もし6年とか10年経ってれば通る可能性がありますよっていうだけの話です。で、それを踏まえた上で次のところ、ちょっと見ておいてもらいたいんですけど、宅建業に関し不正または著しく不当な行為をする恐れが明らかなものっていう風なね、まあこれが法律ならではの逃げの条文といいますか、この条文がないとさっき言ってたみたいに10年経ったから俺結核事由当たらないじゃん、だから免許くれよって言われちゃうんですよ。でもその人の経歴を見てると明らかに危ないんですよ。いやこれちょっときついだろうと、宅建業やってもらったらまた被害者出るんじゃないって言った時に、この条文がないとできませんって言えないんですよ。基準がないんで。なので、宅建業に関し不正もしくは、不正または、著しく不当な行為をする恐れが明らかなものっていうふうな用語を足しておけば、いや、あなた不正しそうだから。不当な行為をしそうだから。っていうようなことで、まあ、処分することができると。まあ、免許あげません、みたいなことができるっていうふうなことですね。なので、まあ、ここは別にそんなに深く覚えなくても大丈夫です。まあ、そういうプラスのね、プラスアルファの、まあ、こういった条文があるというようなことで覚えておいてもらえたら結構なんですけど、ここからがね、すごい大事です。もう、これを知らないと、正直、宅建士の試験通らないんじゃないかってくらい大事な内容になってきます。ちょっと読みますね。下記の刑。の執行が終わった日から5年間経過しないものっていうのは免許を受けることができませんと。で、まあちょっと最初にさらさらと読んでいくと、まあただしですね、控訴もしくは上告中は該当しないと。傷害罪、現場女性、暴行、凶器準備、集合罪、凶器準備、結集罪、で、脅迫罪、背任罪ですね。で、あと暴力団関係の法律に接触したような方。で、執行猶予があれば、執行猶予が満了すれば、直ちに免許が受けられるというようなことなんですけど、まあ、要はですね、一定以上の罪の場合なんですけど、それを、刑を受けましたと。で、刑の執行が終わりました。っていう時から、さらに5年間はダメですよっていうルールが、この内容なんですね。で、ちょっとね、下の方に絵を描いてあるので、ちょっと絵の方を見ていただきたいんですけど、まあ、上からですね、順番に懲役、で、禁錮、で、罰金、で、あと、まあ、科料など、みたいな感じでね、書いてあるんですけど、これ、上に行けば行くほど厳しい、まあ、処分になってきます。で、まあ、懲役っていうのは、まあ、別に懲役が何かっていうような聞かれないんですけど、イメージをね、つけていただきたいために説明しておくと、懲役っていうのは、まあ、刑務所に入って、かつ労働がつきます。なので、繊維工場とかでね、こう、8時間は勤務してくださいみたいな、ようなのが懲役。で、禁錮っていうのは、ワングレード下がって、そういう労働がないんですよ。でも、刑務所内にはいてくださいねっていうような内容です。で、罰金。まあ、読んで授業のことをお金を払えと。で、まあ、科料って言われるものは、まあ、罰金とまで言わない、まあ、優しいやつですね。優しいような内容の金額。なんで、まあ、5000円とか1万円とか、もう罰金クラスになるとね、もう大体何十万とかになったりしますんで、まあ、そういったような、まあ、ランク分けがあるっていうふうなことなんですけど、まずですね、ここの注意点としては、この5年間の反省期間のスタートがどこかっていうところがよく出るんですよ。今回のこの場合は執行が終わった日から5年を経過しないものですね。
なので、例えば罰金、ごめんなさい、傷害罪で懲役刑になりました。で、懲役刑が確定した時から5年とか、もしくは懲役刑になりましたと。っていうふうな判決をもらった日から5年とかではないんですよ。懲役刑になりました。で、懲役刑の執行が終わって、そこから5年間、この起算がすごい大事なんですね。で、そういうところをね、まあよく引っ掛けって言われるようなところで出たりするので、執行が終わった日、執行が終わった日っていうのをしっかりと押さえておいてください。執行が終わった日からです。で、執行が終わった日から5年なんですけど、ただし、まあ控訴上告中は該当しないということで、で、これ、控訴と上告って何っていうと、まあ、裁判ね、ちょっと知ってらっしゃる方とか、裁判系のドラマ見たことある方だったら、なんとなくわかると思うんですけど、控訴っていうのは、まあ、控訴上告っていうのは、まあ、イメージとしては、まだ裁判中なんですよ。なので、裁判が終わってないんですね。例えば、まあ、上告とかが多分イメージつきやすいと思うんですけど、例えば、傷害罪の罪でね、裁判やってますと。で、判決出ましたと。で、判決出たんだけど、納得しないというので、じゃあ、地方裁から高等裁判所の方に上告しますと。もうちょっと上のランクで判断してもらうって。これまだ裁判中なんで、極端な話ですけど、その人が傷害罪かどうかって確定してないんでね。なので、確定してないんだったら別にいいよというようなことですね。なので、まあ、控訴とか上告って言われるような期間中であればですね、まあ、該当はしませんと。で、ここからはですね、ちょっと大変なんですけど、じゃあ、その刑をね、覚えていかないとダメなんですよ、これ。で、じゃあ、どういう刑が当たるのっていうと、一つ目に、傷害。殴っちゃったとかですね。で、現場女性。現場女性って、まあ、イメージとしては、お手伝いしたみたいな感じですね、その、殴るのを。まあ、そういったのをお手伝いしたようなもの。で、暴行。まあ、暴行も殴っちゃったって。結局、暴力刑なんですけどね、こういうジャンルで言うと。で、凶器準備集合罪とか、まあ、凶器準備集、集結、えー、結集罪か。結集罪って言われるようなものなんですけど、まあ、あんまり見ないと思うんですけどね、こういう罪って。昔で言う、学生運動みたいな時にですね、凶器持って集まったりとか。そういったような、まあ、そういうような罪もダメだよというようなことですね。まあ、結局この暴力刑なんですけどね。あと、脅迫ですね。脅したとか。で、背任。背任っていうのは、まあ、指示したみたいなイメージです。その人はやってないんだけども、まあ、悪意的背任者とか言ったりするんですけど、まあ、そういった時の、まあ、罪というようなことです。まあ、詳しい定義はね、僕も正直そこまで知らないです。暴行と傷害の違いっていうのをあんまり理解してないんですけど、まあ、要は暴力刑の罪っていうのはダメですよというようなことですね。で、これをですね、まあ、覚えていただくときに、ちょっと僕はね、語呂合わせを使ってました。で、僕あんまり語呂合わせが好きじゃないんですよ。語呂合わせで多分覚えてるのって3つぐらいしかないんですけど、なんで語呂合わせあんま好きじゃないかっていうと、語呂合わせで覚えようとするとね、語呂合わせを覚える作業がまず最初に入るんですよ。語呂合わせを覚えて、で、その後、語呂合わせの内容をまた覚えないとダメなんで、正直めんどくさいんですよね。ただ、明らかに数が多くて、で、こう、イメージがつきにくいようなものっていうのは、僕は語呂合わせを使いました。なんで、3つのうちの1つですね。で、もう1個は民法で出てきます。で、もう1個は一番最後の権利関係で、僕は3つだけしかね、語呂合わせ使わないんですけど、まあ、別にこの語呂じゃなくても、ネットで調べたらいろんな語呂出てきますんで、その中で覚えやすいのでいいと思います。僕の場合は、今日は消防士の後輩に会った、今日は消防士の後輩に会ったっていうので覚えてました。で、まあ、その内容なんですけど、今日っていうのが脅迫、傷っていうのが傷害で、暴っていうのは暴行で、背っていうのは背任で、まあ、この4つがね、割と出やすいんですよ。で、凶器準備とか、凶器、準備集合罪、集結罪って、まあ、割とレアな法律なんで、見たらなんとなくわかると思うんですよね。凶器関係っていうのだけちょっと頭の片隅に置いておけば。で、あと、現場女性っていうのもなかなか聞き慣れないワードですんで、まあ、現場女性っていうのもわざわざ覚えなくても、まあ、見て、あれ、これ入ってたよなっていうのがわかるようになってればね、十分かと思います。で、この、まあ、今日は消防士の後輩に会ったっていうような罪の方であれば、ちょっとね、絵を見ていただきたいんですけど、罰金以上の場合だったら、こういうのに該当します。なんで、傷害で、例えば罰金刑になりました。っていう場合でも、今回の場合は、この結核事由っていうものに該当するので、免許が受けれないんですよ。で、禁錮刑以上。
の場合は罪を問いません。まあ、禁錮に入るってことはね、刑務所に入るような方ですんで、そういった方に関しては、この傷害だろうが暴行だろうが、極端な話、まあ、公衆わいせつとか、っていうようなものでも、禁錮刑になって、まあ、飲酒運転で人引いちゃいましたとかね。そういったので、禁錮刑になってれば、そもそも、この5年間のお給っていうのは据えられるってことですね。なので、まず、覚えておいてもらいたいのは、禁錮懲役っていうのは、何があっても、そもそも免許を受けれないんですよ。で、じゃあ、いつ受けれるのっていうと、刑の執行が終わった日から5年経ったら OK だよというようなことです。で、今ね、説明したその罪ですね。まあ、今日は消防士の後輩に会ったっていうところは、罰金刑でもダメなんですよ。なので、この罰金刑でもダメっていうような、プラスアルファのところ、ここがね、よく出るんですね。なので、まあ、今日は消防士の後輩に会ったっていうような罪の場合、罰金刑以上で当たりますよと。懲役禁錮はそもそもダメというような感じで覚えておいていただければいいんじゃないかなと思います。で、この絵はですね、僕は非常に使いやすくて便利だと思うので、まあ、メモ帳にでも書いてですね、どっか貼っといてもらえれば、もうパッとこれ見ただけでわかりますんで。なので、この絵っていうのがイメージで湧くようにしておいていただければ、学習っていうのはね、かなり進んでいくんじゃないかなと思います。で、まあ、交流とか過料っていうものであれば、極端な話ですけど、どの罪に当たったとしても、免許っていうのは受けれますということで、よく出る引っ掛けパターンといいますか、まあ、引っ掛けってね、厳密に言うと引っ掛けてないんですけどね、ちゃんと知ってますかって聞かれてるだけなんで、例えばですけど、暴行罪で過料になりました。その場合、刑の執行が終わった日から5年間経たないと免許を受けれないですか、丸か×かって聞かれるんですよ。で、過料だから大丈夫って話なんですけどね。で、例えばですけど、道路交通法違反になりました。それで禁錮刑になりました。そうすると、まあ、直ちに免許が受けれますかとか、いや、直ちにもくそもまず5年間ダメだよっていうね、内容であったりとか、あとは、傷害罪で罰金刑になりました。そしたら、傷害罪は5年に入るから、まあ、ダメだよ。傷害罪っていうのは罰金刑でもダメだから、もし傷害罪で罰金刑受けてたら5年間経たないと免許受けれませんよねっていう風なね、まあそんな感じで聞かれます。ですんで、まあ今日は消防士の後輩に会ったっていうやつは罰金刑以上でダメ、懲役禁錮はそもそもダメ、過料だったら逆に何でも OK というような感じで覚えておいていただければいいんじゃないかなと思います。で、もう一個覚えておくのは刑の執行が終わった日、刑の執行が終わった日っていうところですね。で、ここはね、かなり重要な論点になってきますので、しっかりと、覚えておくようにしておいてください。で、最後におまけ規定ですね。ちょっと説明していきますと、まあ、暴力団員関係の法律に接触した場合はダメっていうのは、もうなんとなくね、皆さんでもわかると思いますんで、あえて説明しないんですけどね。で、執行猶予があれば、執行猶予が満了すれば、直ちに免許が受けられると。っていうようなことで、まあ、要はですね、執行猶予っていうのは、本来だったら、例えば禁錮刑とか、っていうような方なんですけど、例えば初犯ですね、初めての刑であったというようなことで、執行猶予がつきますと。なんで、まあ、執行猶予大体2年とかついたりするんですけどね。なので、2年間執行猶予っていうのがついたら、その5年っていうね、5年間っていう反省期間じゃなくて、執行猶予期間中に反省してくださいと。なので、執行猶予が満了しましたって言われたら、もうそこから免許がすぐ受けれます。なので、例えば、暴行罪で、で、禁錮刑に刺さられましたと。まあ、法律で言うと処されましたとか言ったりするんですけど。で、ただ、執行猶予が2年ついてますと。で、そうなった場合は、執行猶予が満了したら免許がすぐ受けれますよというようなことですね。5年間の反省期間はいりませんと。いうようなことで、執行猶予っていうのがあれば、執行猶予が終わったらもうすぐ受けれると。ね。まあそういった内容になってきます。で、まあ、個人でね、不動産業やってるっていう方は、パッとイメージつくと思うんですけど、会社でやってる人。会社でやってる人の場合ですね、一番下のところですけど、役員もしくは政令で定める使用人が結核事由に該当する場合、会社は免許を受けることができませんというようなことですね。まあ、政令で定める使用人っていうのは以前もお話しする支店長みたいなような方で、もしくは役員もダメ。まあ、もちろん代表もダメですよ。社長もね。社長も該当したなら免許を受けれないんですけど。なので会社の場合だったら、役員とか政令で定める使用人の方が結核事由に該当している場合は会社が免許を受けれないというようなことで、まあ、どうしてもその
ね、例えば、何にしましょうか、暴行罪で、罰金刑食らって、で、5年間のね、反省期間がありますよ、というような方がいたとしてね。なので、5年間はこの人がいたら免許を受けれないんですよ。ただ、どうしてもその人を雇いたいというような時になった場合は、もうその役員とか、支店長とかってダメなんですよね。もう普通の一般社員として入れれば別に問題ないというようなことですね。で、まあ、この役員とか政令で定める仕様になんでダメかっていうと、まあ、経営権があるというか、決定権がやっぱ強いんですよね。なので、会社の方向、いわゆる舵取りができるんで、例えば今やってる取引をもうちょっと悪徳したいと本人が思った時に、一般社員が思っても、できることってかなり限られてるんですよ。自分がやることは自由ですけど、まあ自由って言ってね、別に進めてるわけじゃないですけどね、自由にできますけど、それを例えば、この会社規模で大きくやろうと思ってもね、その一般社員はなかなかそんなことできませんから、ただ、役員であったりとか、政令で定める使用人の方っていうのは、よし、じゃあ今日から、例えばまあ、ちょっとね、極端に言いますよ。今日から詐欺していこうってね、言うと、会社が全部そっちに向くんですよ。こう動かせるんですよね。なので、そういう人たちは、結核自由に該当する場合はダメだよ、というようなことですね。ですんで、まあ、一応ですね、これが免許の基準、結核自由っていうのは言われるようなところです。まあ、初めて聞くとね、覚えるところすごく多いような感じがして大変だと思うんですけど、問題解いていくと、大体慣れてきます。まあ、引っ掛けっていうね、引っ掛かるところというか、よく問題として入れ替わってるところっていうのは大体一緒なんで、刑の執行が終わった日っていうところと、5年間のお給を、まあ、反省期間いる方、いらない方っていうところ。で、罰金刑に当たる、その、今日は消防士の後輩に会ったっていう罪知ってるって大体この3つぐらいです。この3つが分かってれば、まあ、問題としてはね、さっと解けるようになりますんで、ちょっとね、最初暗記科目でうってなるかもしれないんですけど、まあ、慣れてもらえれば全然難しくないので、まあ、あんまりですね、こう、嫌気をささずに、頑張って学習していっていただければいいんじゃないかなと思います。ではですね、ちょっと次のチャプター行ってみたいと思います。はい、ではですね、免許取り消し処分っていうのを以前ね、ちょっとお話したと思います。まあ、ここはちょっとしたおさらいなんですけど、例えば、不正手段によって免許を受けた場合は、免許取り消されますよと。で、業務停止処分に、該当する行為して症状が重いとか、業務停止処分に違反したとか、っていうようなね、内容になってきます。で、免許取り消しと業務停止の違いって多分以前も説明したと思うんですよ。覚えてますかね？何があって何がないみたいな話をしたと思うんですけど、覚えてますかね？ 裁量ですね。裁量。免許取り消し処分の場合は、該当したら必ずそれをしないといけないと。免許は取り消さないといけないと。ただし、まあ、業務停止処分とかに関しては、裁量があるんで、まあ、極端な話ですけど、本来なら業務停止に該当するような内容でも、行政側がですね、まあ、今回多めに見てやろうと思ったら、別に業務停止しなくてもいいんですよ。でも、免許取り消しに該当したら絶対取り消さないといけないっていうようなお話を以前した、その内容ですね、をちょっと詳しく説明していきます。まあ、不正手段により免許を受けた。まあ、さっき言ってた結核事由に該当してるんだけど、それを隠してね、免許を受けてたとか、っていう場合は免許取り消しになりますと。で、あとですね、業務停止処分に、該当する行為して症状が重い。本来なら業務停止の内容なんだけど、それがあまりにも悪質とか、数が多いとか、そういう場合はもう免許取り消されちゃいますよと。で、あと業務停止処分に違反した。なので、業務停止ですよ、あなたは業務しちゃダメですよって、まあ、2週間なり1ヶ月なりね、3ヶ月なりあると思うんですけど、それを言われたのに、それを無視して仕事してた。こういう場合も取り消しされます。で、あとですね、免許の取り消し処分を受けましたというような時に、取り消しの日から5年間はまたこれ反省期間が出るんですよ。で、免許取り消しって相当ですからね。僕は多分、まあ、僕の知識不足かもしれないですけど、免許取り消しになった業者って、まあ、大きいところはほぼ聞かないですね。ね、業務停止ぐらいだったら、まあ、ね、多分以前もお話ししたような会社さん、大きい会社さんだったら聞いたことあるんですけど、免許取り消しされるって相当悪質じゃないとできないので、なので、まあ、その上に書いてあるの内容の人ですね。で、そういう人はかなり悪質なので、また5年間の反省期間が出ます。なんで、結核事由は5年ですね、基本的には。5年って覚えておいてもらえれば結構だと思います。で、起算点が取り消しの日からですね。取り消しの日から5年間っていうところをね、しっかりと押さえておいてください。で、あとですね、法人の場合ですね、
は、取り消しにかかる聴聞の控除の前、60日以内に法人の役員であったもの、こういう人たちもね、結核事由当たりますよ、ということで、はい、何言ってるんだって話だと思うんですよ。聴聞の控除のって何の話ってことで、ワードをね、まず最初に説明していきます。一般的にですね、行政なんですけど、免許取り消しになるというような処分のね、内容になった時って、一方的に、はい、じゃあお前免許取り消しとは言わないんですよ。あくまで、もしかしたら理由があるんじゃないかっていうことで、大体理由っていうのを聞いてくれます、ちゃんと。で、聴聞って言われるもの。聴聞って言われるものは、理由を聞く会議ですね、簡単に言っちゃうと。何々市の、どこどこ市の、なんかその会議室みたいなところに来てくださいと。で、そこで、一回話を聞きましょうと。いうようなことが、この聴聞って言われるものです。要するに、言い訳する機会を与えてくれるってことですね。で、公示っていうのは、イメージとしては掲示板に貼り付けるってことですね。例えば、A 株式会社、A 不動産株式会社にしましょうか。A 不動産株式会社の聴聞をやりますと。言い訳を聞く場を与えてあげようというので、その役所の掲示板とかに貼り付けるようなイメージですね。バーンってこう、貼ってありますよと。で、役員っていうのは、取締役とか相談役とか、あと顧問とかね、言われる人も入ってきたりします。役員っていうのはこういう方々が該当すると。で、以上のことを踏まえてもう一度読んでいくんですけど、法人の場合、取り消しにかかる聴聞の公示前、要するに言い訳を聞く理由をね、ごめんなさい、言い訳を、聞いてあげるような場を設けると。で、それを掲示板に貼りましたよと。その前、60日以内に法人の役員であった人っていうのは、免許の取り消しがされますよ、というようなことですね。で、ここの内容っていうのはちょっとね、次のチャプターで詳しくやっていくんですけど、聴聞と公示っていう意味だけね、ちょっと理解しておいてください。で、聴聞の日以降、処分が下るまでの間に廃業した場合、届け出の日から5年間を、経過しないものは結核事由になります。で、法人の場合は、処分が下るまでの間に廃業した場合、聴聞の公示前60日以内に法人の役員であった人っていうのは、この、ものに当たりますということで、一番ね、文字で見ると分かりにくいので、絵にしてますんでね、ちょっと絵見ていただきます。はい、こういう風な感じの絵ですね。で、何をね、さっきからずっと言ってんだって話なんですけど、例えば、聴聞が行われました。聴聞が行われた結果、やっぱり免許取り消しって言われたら、取り消した時から、5年間ですね。っていうのは、まず免許が受けれない。これは多分そんなに難しくないと思うんですよ。なんで、聴聞がなんちゃらこうちゃらっていうようなね、お話もちょっとあるんですけど、で、それをするとね、頭いい人はちょっと考えるんですよ。何かっていうと、聴聞の公示がされましたよと。で、本人は分かってるんですよ。これ取り消しされるな、まずいなと言った時に、じゃあ、会社を廃業してしまおうと。会社を廃業すれば、廃業した会社を言うたら取り消しなんかできないわけですからね。なので、もう言ったら取り消しも何ももう免許ないですからっていう話なんで。で、廃業して、ちょっと1ヶ月ぐらい経ちましたよと。別に2週間でもいいんですけど、日にちは。で、もう1回開業するんですよ。例えば A 不動産株式会社っていうのを畳みました。で、今度 B 不動産株式会社にしますみたいな。そしたら、その法人として責められることはないわけなんですよね。だって A 不動産株式会社じゃないですから、分かりませんっていうことですよね、内容が。同じ人間やったらね、そういう言い訳も難しいと思いますけど、例えば社長の名前を変えてね、子供を自分、会社の社長にして、自分は一応役員という形で入っておいて、実際はその役員の人が全部経営してるみたいな。で、そういうことをされると、行政側としては、いや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 っていうお話になりますよね。なので、こういうふうな処分の内容がありますよっていうことで、例えば、取り消し処分の聴聞が公示されましたと。で、公示されてから、そこからですね、60日以内に役員、もしくは、代表者とかね、そういった人たちとか、政令で定める使用人とか、そういう人たちが、辞めたとしてもですよ。辞めたとしても、最終的に免許取り消しっていうふうになったんだったら、あなた方は5年間ダメだよっていうような規定です。
わかりますかね。これ多分ね、最初はすごいイメージつきにくいと思うんですよ。60日前までいた役員っていうのは5年間。ですので、さっきみたいに廃業しますって言って、廃業で逃げてもダメっていうことですね。なので60日前までいた役員っていうのはそもそも5年間の、まあ、反省期間があると。で、じゃあそのタイミングはっていうと、廃業の届出をした時です。なので廃業の届出を出しました。で、結局最終的には免許取り消し処分になりますよと言った場合に関しては、廃業の届出からその役員やった人っていうのは5年間免許を受けれない。で、先ほど説明した通り、そういう結核事由に該当する会社さんっていうのは免許が受けれないんで、さっきみたいな感じで、例えば、お父さんが不動産屋さんやってましたと。で、免許取り消しの聴聞が来ましたと。で、工事もされた。まずいなと。廃業の届出しました。で、そうなったら、廃業の届出が、まあ、受理されましたよと。で、最終的に、その聴聞とかが行われた結果ですね、こいつは免許取り消しに該当するの内容だったと言った場合に関しては、そのお父さん、まあ、言ったら会社の社長さんですね、当時の。社長さんっていうのは、5年間免許を受けれない、結核事由に当たりますんで、仮に自分の息子を社長としておいて、自分が役員として入っても、会社を、要するに不動産やりますって言っても、いや、役員ならた結核事由該当してますよねって。聴聞の前に廃業してましたよねと。なので、まあ、そこから5年間は免許を受けれませんので、この会社さん、不動産屋さんできませんというようなことですね。なので、まあ、役員もしくは政令で定める使用人と言われるような方が結核事由に該当する場合はですね、会社っていうのは免許が受けれないというようなことですね。で、まあ、さっきの復習で、過去5年以内に宅建業に関し、不正不当な行為をしたものや、不正な恐れがあるようなもの、こういった人たちも結核事由に該当しますよ、というようなことですね。まあ、聴聞であったりとか、工事であったりとか、聞き慣れないようなね、ワードが結構多かったと思うんですけど、まあ、一言で言ってしまえばですね、聴聞がね、行われて、で、悪どい奴が廃業の届出やってね、もう一回開業するのは許さないよと。だから廃業の届出出したタイミングから5年間は、免許を受けれないようにしますと。で、別にそれが一般社員で入るんだったらいいんだけど、役員とかね、そういう政令で定める使用人の場合は、そういう人も結核事由に当たるから。なんで、さっきみたいな、子供ですね。子供を社長にして、で、自分が役員とか、政令で定める使用人として、実際は運営していくみたいなことを許さないと。いうような内容になってます。まあ、一回でね、なかなかこれ全部を理解するのは難しいと思うんですけど、まあ、要はですね、廃業の届出みたいな逃げ道を作らないというようなことになります。はい。ではですね、ちょっと未成年者の方だけ説明していきますね。未成年者っていうようなカテゴリーですので、結婚してればもちろん大丈夫です。結婚してれば成年者と同じ扱いになりますんでね。なので、ただ、ダメなものもありますよ。例えば、タバコとかね、お酒っていうのは、未成年者だからダメってわけじゃないですから、二十歳未満っていうくくりなんでね。ただ、契約ごとに関しては、未成年者っていうような人は、結婚してればもう成年と同じ扱いなんで。なので、まあ、結婚 してればもちろん大丈夫です、というようなことなんですけど、ここでもね、またちょっと聞き慣れないワードが出るんですよ。成年者と同一の行為能力を有する、有しないっていう風なね、言われ方をするんですね。未成年者ですよ。未成年者、未成年者。で、これどういう人かっていうと、例えばですけど、16歳の時からですね、お父さん不動産屋さんやってましたと。で、まあ中学出て、高校行かずにですね、不動産屋さん、お父さんの元で働いてたと。で、その子が18歳になりました。で、俺は不動産屋をやりたいんだと、自分で。っていうような時に、親がですね、まあ、こいつはもう経験もあるし、不動産やっていくんだったら、未成年者として、未成年者だけども、まあ成年者と同じだろうというような判断をしてくれたっていう場合っていうのが、この成年者と同一の行為能力を有するっていう判断になります。で、成年者と同一の行為能力を有しないっていうのは、普通の高校生だと思ってもらったら結構です。普通の未成年者。やっぱりね、その普通の、高校生の18歳と、で、中学辞めて、高校に行かずにですね、不動産業をやってる18歳とでは、やっぱり全然経験もね、知識も違いますから、なので、成年と同一の行為能力を有するっていうのは、親が認めてくれたような人。で、有しないっていうのは、ただの高校生っていうふうに覚えてもらったら結構です。じゃあ、こういう人たち免許を受けれるのっていうのがね、内容として書いてるんですけど、成年者と同一の行為能力を有する場合は受けられます。受けられます。親が OK って言ったらいいよってことですね。で、有しない場合。有しない場合、親が結核事由に該当しなかったら OK です。
なので、まあ、さっきのちょっと役員のところとかぶったりするんですけど、まあ、例えばですけど、親が、さっき言ってたみたいな暴行の罪でね、罰金刑食らいましたよと。で、5年間結核自由になってます。っていう場合は、正直子供関係ないんですけど、子供もダメですっていう風なルールになってます。なので、免許が受けれるか受けれないかっていうところはですね、まあ、親が基本的な判断基準になってきます。未成年者の場合は。未成年者の場合は親が受けれるか受けれないかっていうところ。でも、その中でもですね、経験のあるしっかりした子供であれば、未成年者でも免許を受けれますよというようなところですね。ここもちょっとね、一緒に覚えておいていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、今回のチャプターはちょっと長くてかつちょっと複雑だったんでね、大変だったと思うんですけど、まあ、じゃあどういう風なね問題出るかっていうところだけ見て、休憩していきたいと思います。平成25年度の問いの43ですね。免許を受けようとする、法人の政令で定める使用人が覚醒剤取締法違反により懲役刑に消せられ、その刑の執行終わった日から5年間経過していない場合、当該使用人が取締役に就職していなければ、当該法人は免許を受けることができる。丸か×かっていうところですね。なので、このまあ、免許を受けようとする法人の政令で定める使用人っていう方が、まず結核自由に当たるのかどうか。覚醒剤取締法の懲役って結核自由でしたっけっていうところですね。で、その刑が終わりましたと。で、そこから5年間経過はしてませんというような状態。結核自由に当たってれば5年間経過しない場合は免許を受けれませんよね。それが覚醒剤取締法違反の懲役が当たるかどうかっていうところです。で、当該使用人が今度は取締役に就職しなければ当該法人は免許が受けれるのかどうかっていう、もうさっきの問題の複合問題みたいな感じで、ちょっと難しめの問題選んでます。まあ、難しくはないんですけどね、別にそんなに。多分最初ただ見ると、ってなるような問題を選んでます。はい。どうですかね。もうそろそろ大丈夫ですかね。ではちょっと答えの方いきたいと思います。動画のご視聴ありがとうございます。下の概要欄の方にですね、私のホームページと、あとは1日3問、まあ、宅建業法と法令上の制限の民法と、まあ、毎日ですね、3問の、問題を出題させていただいている LINE と Twitter もありますので、よければ一緒に見てみてください。でですね、本講義を受けられた方に関しては、こういった広告は一切なしにですね、ご視聴いただけますので、よければですね、本講義の方もぜひご購入お願いいたします。それでは皆様、宅建手試験頑張っていきましょう。はい、答えは×ということですね。まあ、時系列がなんとなくね、分かっていただければいいんですけど、要はですね、政令で定める使用人であった人が、今回はね、その、まあ、さっき言ってた、覚醒剤取締法違反は別に、罰金刑だったらいいんですけど、懲役刑は、まあ、そもそもダメですよっていうお話をしたと思います。で、5年経ってないっていうことは、ここの今会社にいる政令で定める使用人っていう方は、結核自由に該当するんですよ。なので、結核自由に該当してるから免許を受けれないんですけど、それが、じゃあ、取締役じゃなかったらいいですかってことを聞いてるんですけど、まあ、ダメですよね。なんでかっていうと、その免許を受けようとする法人が、役員、もしくは政令で定める使用人の方が、結核自由に該当する場合免許を受けれないので、政令で定める使用人の方が、結核自由になってますと。いうような場合っていうのはもちろん免許ダメですってことですね。なので、今までそのね、ずっと、説明してきた内容がキュッと一個に入ったような問題になってます。なので、まあ、最初の頃はね、どういうことだろうっていうふうにね、になるかもしれないんですけど、まあ、イメージをね、つけて勉強していっていただければ、割とね、わかりやすいんじゃないかなと思います。ですんで、まあ、今回の問題は×というようなことですね。はい、ではですね、ちょっと休憩の方していきたいと思います。お疲れ様でした。